おつのり青のりです。先日新潟に帰省したので、みんなに新潟のいいところ、美味しいものをたくさん届けようと思いますので、よろしくお願いいたします。今回は新大阪駅から新幹線で新横浜に向かって、新横浜で友達と合流して車で新潟に行くっていうプランですね。いつもだったら飛行機でそのまま一本で行っております。車内でね、恒例のプレミアムモルツいただこうと思います。これね、結構準備がね、時間かかってね、めちゃめちゃ喉乾いてるから、めちゃめちゃ美味しそうな顔して飲むんだけど、残念ながら音が入っていないから、編集中の俺が今飲むわ。いただきます。うめー、最高です。新幹線の中も美味しかったけど、編集中も最高です。今回たまたま自由席じゃなくて指定席にしたんですよ。そしたらこの後めちゃめちゃいい匂いのお姉さんが隣に乗ってきて、1時間半めちゃめちゃ快適に過ごせまして、指定席最高。はい、新横浜に着きました。友達が迎えに来てくれております。紹介しておくと、彼ウラロという名前で太鼓の達人ばっかりやっているプレイヤーなんですけど、なんか倍速デタラメとかいう譜面の素早さが2倍になって追い風状態の中で太鼓の達人をやりまくって全部量を出すとかいう、よくわからない、気持ち悪いプレイヤーですので、ぜひ見てみてくださいと言ってるうちに、なんと5時間飛ばして新潟に着いております。ここはですね、県庁前という通りで、特に何もないですね。この通りにあるのっていうのは、だいたい県庁とラウンド1だけで、用があるのはラウンド1だけですね。この赤い屋根のバス、多分新潟だけだと思うんですよね。で、これから夜、地元の友達と飲むので、それまで、僕はめちゃめちゃ暇になります。ウラロは友達と遊ぶって言ってました。はい、暇になりました。解散しまして、僕やることなすぎて、とりあえず実家に向かって歩いております。でズームして、この左のあの白い丸いのがビッグスワンっていうサッカー場ですね。今回結構弾丸というか急遽決まった旅だったので、初日の夜に友達と飲む以外、予定が入ってない3日間になります。今これ実家に歩いて、1時間半結局歩いて、かなり夕方になってますね。ちなみになんですけども、もうちょっとで着くんですが、なんと実家の鍵閉まっておりまして入れませんでした。なので新潟に着いて今のところ寝て2時間歩いて飲み会に臨むという形になっております。はい、新潟駅に着きました。新潟駅はちょっと人いますね。新潟来た人なら大体ここどこかわかるかもしれないんですけど、新潟駅の、磐梯口ですね。駅前。新潟駅前って言ったらここですね。新潟駅は大体駅前集合か南口集合。この二つに分かれます。で、ここは駅前ですね。で、この階段を登って、正面に、僕がずっと行きたかった0秒レモンサワーのお店がなんと新潟にもできていたことに驚きまして、ここで新潟駅が工事しております。年末年始に来た時も工事してたんで、いつできるんですかね、これよくわかんないですけど、南口と磐梯口をつなげるみたいな工事っぽいですね。で、ヘパリーゼで気合を入れておくと。今回地元の男友達4人と飲むんですけど、結構飲むことが予想されるため、一応ヘパリーゼ飲んでおきます。めちゃめちゃ久しぶりに飲みました。で、これ配信でも言っててぜひ紹介したかったんだけど、新潟駅の中にポンシュ館っていう日本酒を、いろんな日本酒を飲めるところがあるんです。ここですね。このおじさんが目印で、ここがまあ入り口なんですけども、その飲み比べをするときはこの奥から入った方が近いよと、友達に言われてついてっております。ここね、ぜひ来た方がいいですね。
もし日本酒好きな人がいたら一緒に飲みに行きましょう。案内しますんで、僕大阪にいますけど。ここですね、ここに、注意書きみたいなのがあるんですけど、500円でコイン5枚とおチョコ1個もらえて、まあ、自動販売機みたいになってて、ボタンを押すとおチョコ1杯分の日本酒が出てくるような感じですね。めちゃめちゃ面白いですよ、ここ。まあ、ゼロ次会にはうってつけのところですね。これ飲みに行く前ですね。なので、ここで店員さんからおチョコをもらって、ポンシカのポ。で、メダルを、あ、4枚だったかな ?5 枚、5枚ですね。5枚もらいます。で、これ見て、これ全部日本酒。しかもいろんな銘柄があるような感じなんですよね。で、僕日本酒全然詳しくないんですけど、とりあえず聞いたことある名前飲んどこうと思って、一番最初何飲んだかな、コシの白雪極み、これは聞いたことあったんでとりあえず飲みました。で、これでメダルを入れて黄色ボタンを押すと、ほら出てくるんですよ。これやばくないですか。で、いっぱい飲んで、これが1枚みたいな感じ。いただきます。くー、いや、なんか言えよっていう感じなんですけど、なんですが、なんか言えよ。で、これ2杯目ですね。これ一応全部5杯飲んでたんで、これね、多分日本酒詳しい人とかと来るとめちゃめちゃ楽しいと思うんですよね。で、ここで気に入った日本酒があったら、ここから出て、店舗のところで、まあ、例えば1本買うとか、そういうのも一応できますよってことで、ここめちゃめちゃ人多かったですね。新潟だと新潟駅と、妙高だったかの駅にあるんですよね。あゆまさむね。これはまあ結構有名なやつですね。聞いたことあったんで。新潟の先かどうかわからないですけど、聞いたことあったんで、とりあえず飲みました。僕が好きな新潟の上善水のごとしみたいな、水みたいな日本酒があるんですよ。超飲みやすい。それがですね、なくなってたんで、いただきます。くー。まあ、なんか言えよって話ですよね。まあ、2杯目なんで、まあ、ちょっと甘く見てほしいってとこで。で、これ友達に勧められたイットキーっていう初めて見たお酒な、日本酒なんですけど、これ右上にも書いてあったんですけど、ヨーグルトの風味がするってことで、飲んでみました。これアルコール度数とかも書いてあってね、日本酒にしては 12% って多分低い方だと思うんですけど、すごい飲みやすくて、これビビりましたね。マジでヨーグルトの味がしました。飲みやすいヨーグルトみたいなのしない、いや、わかんない。嘘、お前それイットキーじゃないの。俺何イットキーを頼む、あれしたん。いや、イットキーでしょ。イットキーめちゃめちゃ飲みやすいけど、ヨーグルトみたい。女性の方とかおすすめですし、女性と一緒に飲むのにもおすすめですね。マノツル、マノツルだったっけな、これ名前マノツル。だ、こうやってみると、これアルコール度数 15% か 19% だったんで、一時12だったんで、やっぱ結構違いますね。うん、美味しいですね。まあ、はっきり言って日本酒これは何でしょうって言われて、まあ分からないんですけど、まあ味の違いはやっぱ分かりますよね。極上吉野川、吉野川は有名ですね。吉野川って新潟のお酒だったのかな、ちょっと詳しく分かんないですけど。いただきます。これ5枚目ですね。まあ、これ5枚飲むと結構、まあ、酔っ払ってくるんですよね。そしてこの中めちゃめちゃ暑くて、めっちゃ汗かいてるんですけど、そこだけはちょっとね、勘弁してほしいところで。いや、これなんか知らないですけど、6枚目ですね。締め、なんだったかな、白鶴だったかな。これ多分裏路から1枚託された、1枚使って6枚目を最後に飲んだような感じですね。美味しかったです。そして1軒目に向かいます。今のはゼロ時間だったんで1軒目。これはですね、友人の、今右側歩いてるええ感じやすというものがいるんですけど、まあ、いつもスプラトゥーン3のサーモンランばっかりやっている、全く面白さがわからないサーモンランを一生やっている男なんですけど、この男が新潟に住んでおりまして、マグロ専門店を選んでくれました。ありがとうございます。恒例の乾杯です。おかえり。
ただいま。うまそう、飲みてー。確かめちゃめちゃうまかったっす。うまかったっす。でこれが、マグロ、左からマグロで真ん中がマグロで右がマグロのポテトサラダみたいな感じで、一番左のマグロを食った時にマジでうまくて、これ本気でやばかったっす。やばかったです。この店マジでうまくて、まあ、基本全部マグロなんですけど、ここで出てきたマグロの刺身が見たこともないようなマグロの刺身の色してるんですよ。肉みたいですよね。まあ、新潟は結構海鮮とかお酒が美味しいって言われてるんですけど、まあ、はっきり言って生まれてからずっと住んでたんで、まああんまりよくわからないんですけど、まあ確かにいいとこ行けば美味しいみたいな感じなんですけど、こんなマグロ専門店の居酒屋来たことなかったんで、これめちゃめちゃおすすめですね。ちなみにこれ2時間飲み放題とこのマグロのコースで5000円だったんで、1人、結構いいと思いますよ。これめちゃめちゃうまかったですね。ちなみにさっきから撮ってるこの自撮りに適してないアングルなんですけど、このビール飲む時にだけは適している。うまそう、食いたいマグロ、そしてビール飲みたい。でなんか急須みたいのに日本酒が入ってきました。毎回日本酒は飲むことになります。この日本酒は何の日本酒だったかは、正直お酒いっぱい飲んでたので聞いておりませんでした。でもどうせ聞いたところで僕は味わからないので、乾杯。ちょっと眠そうな目してますが、まだ1軒目です。何かを感じ取ったようです。2杯目、なんか2杯目継がれておりました。何かを感じ取ったようです。そして見てください、この寿司、マグロの寿司。多分いろんな部位があって、今緑のすだちみたいのがあったと思うんですけど、このすだちかけたらこのマグロの脂とすだちのさっぱりでマジで美味しかったです。そして新潟駅、こちら南口になります。先ほど階段登ったのが新潟駅磐梯口かっこ新潟駅前なんですけど、こっちが南口ですね。そして2軒目、浦路とは分かれまして3人で2軒目行きました。ラムコークだったかな、この時飲んだの。そしてコカボム、超久しぶり飲みました。これいつ飲んだかわかんないですけど、昔なんかどっかで飲みました。コカボムはめちゃめちゃ飲みやすいですね。でもなんか残ってますね、今見ると。アマちゃんですね。そして気づいてしまったんですけど、ここで飲んでるカルーアミルク、多分酒の中で一番うまいことが判明しました。みんなカルーアミルクって多分20歳過ぎぐらいまでしか飲んでないと思うけど、一番好きな酒何って聞かれた時に今度からカルーアミルクって答えるようにします。そしてイエガーアイスショット、試験管に入ってるのが基本かどうかわからないんですけど、僕はこの店でしかイエガーほぼ飲んだことないので、まあ、試験管がデフォルトだと、この店に教わりました。イエガーは苦手ですね。カルーアミルクは最高です。朝カルーアミルク出てきても大丈夫な気がしますけどね。はい、解散しました。で僕はですね、友達ん家に泊まります。先ほどの、一緒に来た浦路の家に泊まりますので、一応鍵を預かっております。でみんなと解散して、まあ、とりあえずラーメンでも食って帰ろうかなっていう感じで駅前歩いております。ここはですね、先ほど階段登った磐梯口かっこ駅前からちょっと入ったところですね。ここもう少しまっすぐ行くとセブンイレブンがあるんですけど、大体そこでみんな集合します。そして場所も全然覚えてないんですけど、ラーメンです。多分相当シンプルなラーメン、味はめちゃめちゃシンプルでした。でもこれ飲んだ後とかには美味しいラーメンだったんですよね。スープも美味しくて、外が結構寒かったんで、
幸せそうな顔してる、うまいという言葉をいただいた。何笑てんねん。美味しいんでしょう。メンマもね、チャーシューもうまかったです。新潟はいいですね。こう飲んだ後、外寒い中でこのなんか超シンプルなラーメンを食べるっていうのがまたいいですよね。こってりしててもいいんですけどね、やっぱさっぱりしてる方がいいですね。ここのラーメン屋おすすめしたいですけど、場所忘れました。あ、1軒目のマグロのお店もおすすめしたいんですけど、ちょっと名前忘れましたので、もし知りたかったらええ感じやすに聞きますんで言ってください。そして大事件起こっております。これ朝の4時ぐらいなんですけど、預かった鍵、なんと、全く違う鍵預かってたため入れず、桜木インターの快活クラブに行きました。それで、朝の昼の12時ぐらいまで過ごした次の日に、そのお詫びとして、蕎麦をおごってもらいました。こちら新潟の、小島屋っていうお店のヘギそばですね。ヘギそばっていうのが何か全然わからないんですけど、新潟名物らしいんですよ、ヘギそば。ヘギそばと、天ぷらですね。いただきます。これね、めちゃめちゃうまいですよ。これ昼過ぎぐらいに食べたんですけど、めちゃめちゃうまくて、ヘギそばってあんまりね、昔友達とランチ行くみたいなのはなかったんですけど、まあ、大体親と行くか、まあ、この年ぐらいになって、まあ、行くようにはなってないですけどね。こういう時じゃないと食べないですね、ヘギそばなんて。結構なので年配の人とかが多くて落ち着いている雰囲気ですね。まあ、新潟に誰か遊びに来た時とかは、まあ、ヘギそばまたは、寿司屋食べさせておければ間違いないんじゃないでしょうか。舞茸ですね。これ天ぷらがね、サクサクでマジで美味しかったんですよね。美味しそうな顔してる。食いたい、今食いたい。編集してる、今食いたいです。はい、ごちそうさまでした。ということで、これがですね、2日目夜の新潟駅、バンダイ口括弧駅前ですね。なんかめちゃめちゃ散ってますね。ちなみにこの日はですね、僕全く予定がなくてですね、誰とも予定が合わなくて、まさかの一人で居酒屋に来るという。でここで飲んでるのがビールと、これとちおの油揚げっていうやつなんですけど、新潟にとちおっていうところがありまして、そこにある油揚げが結構有名で、大体居酒屋にとちおの油揚げっていうのが、まあ、500円くらいで売ってますんで、ぜひ食べてください。そして新潟のラウンドワンスタジアム、なんとボーリングのピンが積んであったのが一瞬映った後に、タレカツを食いました。これ3日目ですね。新潟といえばタレカツも有名らしいんですよ。新潟にいた時はタレカツあんま食わないですけどね、こうやって帰ってきた時とかにタレカツを食べるとめちゃめちゃ美味しいんですよ。ここがですね、なんていうとこだったかな、結構有名なとこなんですけど、そばが小島屋で、タレカツ何屋だったかな、ちょっとド忘れしましたが、めっちゃ有名なとこです。タレカツって調べると大体ここが出てくるような感じですね。タレカツ美味しいですね。これ3日目の、お昼です。なのでもうタレカツ食べたら帰るような形になります。なので僕の新潟旅行はですね、ほぼ歩いたような感じですね。初日、日中実家まで2時間歩いて鍵が閉まっていて、で夜友達と飲みまして、で泊まりに行く友達ん家の鍵が閉まっていて、快活クラブまで歩いてっていう感じになりますね。で2日目の夜も予定がなくて駅前を歩いて、これが3日目、タレカツ食べて帰るみたいな感じですね。まあでも本当にこのタレカツ、ヘギそば、あとマグロ、まあ、お酒も、まあ、新潟来たらぜひおすすめしたいですね。ごちそうさまでした。はい、新潟空港に送ってもらいましたので、帰りは、新幹線じゃなくても空港、飛行機で帰ります。新潟からは関西国際空港に、ピーチ、激安航空ピーチと、伊丹空港に ANA と JAL が飛んでおります。
時間に余裕があったんで1日1本だけ飛んでるピーチで帰ります。ちなみに1万3500円ぐらいで激安です。今1時22分なんですけど、14時15分発がまさかの15時40分発になって、一気に2時間20分暇になってしまいました。で、昔はここタダで入れたんですけど、新潟空港の展望台ですね、大人は100円かかるようになっておりました。外を見てみましょう。お、天気がとてもよろしい。まあ、ちょっとね、雨濡れてるんですけどね。それは空は綺麗ですね。で、飛行機は、そちらに1台。こちらに色違いの飛行機が1台。以上になります。オレンジジュースを飲んでおります。新潟空港のラウンジに初めて入ったんですけど、なんか入れたんですよ。クレジットカードのなんか付帯してるなんかで初めて入りました。そして新潟といえば風味爽快にして、こちら新潟のビールになります。おそらくこれは飛行機待ってるとこですね。いただきます。これ飲んだ時に思ったんですけど、これ絶対に左手で飲むべきだったと一口飲んだ後に思いました。次回からはカメラにしっかり見せていこうと思います。美味しい。さようなら新潟。新潟はね、落ち着いてますね。今僕は大阪に住んでますけど、まあ、大阪もいいですけどね、やっぱ新潟の落ち着いてるところとか人が少ないところ、なかなか魅力的です。皆さんぜひ新潟にお越しくださいませ。そして空めちゃめちゃ綺麗だったので撮りました。これのび太とドラえもんみたいな感じで、ドラえもんが雲の上になんか雲ロボットみたいので王国を作るやつみたいな雲の質感してたんで撮ったんですけど、カメラだとあんまりわからないかなっていう感じですね。綺麗ですね。はい、関西国際空港に着きました。なんかめちゃめちゃ光ってました。めちゃめちゃ光ってまして、これにて僕の新潟旅行3日間は20分で終了いたしました。最後にでも大事なことが残っております。3日間お留守番していた僕の可愛い可愛いお母ちゃんを迎えに行きます。おいで、おいで、おいで、はい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 、ご視聴ありがとうございました。よしよしよし。